久しぶりに両院議員懇談会を開かせていただきましたが、この時期に両院議員懇談会をお願いいたしましたのは、一つには政府与党の方も代表選挙を終えて、新しい人事体制が相手方も決まってまいりました。私どもも参議院選挙を終えまして、人事の体制、大島先生に副総裁をお願いし、石原さんに幹事長をお願いする新しい体制を作りまして、人事の骨格もほぼ出来上がってまいりました。いくつか私どもも機構改革をいたしまして、それにつきましてはまた幹事長から後ほどご説明があろうかと思いますが、シャドーキャビネットというのも今回作ることにいたしまして、今日初めての会合を持たせていただきますが、今まで進んでおります人選は政府与党の体制に比べても決して見送りするものではない、我々の方が強力である、このように思っております。そういう中で、10月1日から国会が召集されるということになりまして、私どもはこの体制でもって全力を挙げて国会論戦を挑んでいかなければならない、このように考えております。参議院選挙では皆様に大変頑張っていただき、新しいメンバーにも今日は出席をしていただいておりますが、比較第一党という座をいただきました。今回の改選に限っては比較第一党という座をいただきました。そしてそれとともに、参議院では野党の方が多数である、こういう議席もいただきました。もちろん我々が党を再生させる道は道半ばではございますけれども、こういうポジションをいただいたということの民意は何かというと、乱暴な民主党政権の国会運営、政治運営、政策運営をそのまま見逃すことがあってはならない、やはりこのポジションをきちっと使って国民生活のために堂々と国会で議論をせよ、こういうことではないかと思っております。今問題は山積でございます。経済政策あるいは為替等々の問題につきましても、先日私どもの議論したところをペーパーにまとめまして官邸にも届けたところでありますけれども、私が一番基本としてありますのは、今回のいろいろな経済的な問題は政治不況、政策不況とでも言うべき色彩がある、つまり個々のパーツでもって今こういうことをやらなきゃいけない、ああいうことはやらなきゃいけない、これは確かにあると思います。それは与野党ともに共通の認識を持てるところもあります。しかし一番の問題は一体どういう方向に向いて経済運営をしていくのか、国民生活を引っ張っていくのか、少なくとも中長期に向かってのこの考え方がなければ個々のパーツは効いてこない、こういうことではないかと思います。それが今の政権の方向の中には欠けている、こういうことではないかと思います。このことは国会が始まりましたら私どもは力を込めてこの点を主張していかなければならないわけであります。そしてまた外交関係につきましてもいろんな問題があることは今さら私が多言を論するつもりはございません。尖閣の問題、この問題もいろんなことがございますけれども、私どもはずっと実効支配を続けてきて、そしてこの間1970年に至るまでは中国は沈黙をしていた、こういうことを我々はきちっと国際社会にも訴えていかなければならないところでありますが、この問題の背景に政府に毅然とした対応を取ることは私ども求めていかなければなりませんが、同時に民主党政権が始まってアジアとの外交を極めて重視する姿勢を示しました。その反面日米安保の取り扱いに関しては極めて欠けるところがあったと言わなければなりません。そのことが現在やはりいろいろな形で問題を生じている。私どもはこの国会が始まりましたらもう一回この点をきちっと論戦をしていくということがなければいけない、問題を正して日本の道筋を正しい方向に引っ張っていくように野党としても懸命な努力をしなければならないと思います。多く申し上げることは差し控えますが、そのように問題を山積している。しかし私どもがここでもう一回胸に手を当ててよく考えなければならないことは、
民主党の政策についても、まあ、最近人事が起こりまありまして、あれだけメディアジャックもございましたから、若干支持率が回復しているのはこれは事実であります。しかし政策の方向性、日本をどっちに引っ張っていくかということについての期待感は、支持率は回復していても、政府についてのこの政策の信頼感はちっとも回復してきていないというのが実態であろうかと思います。で、私どもはそこで反省点は私どもにございます。やはり今閉塞感のある中で、政治が与党も野党も日本の未来をしっかり指し示してくれないということになりますと、政治に対する期待というものがなくなり、そして日本のエネルギーというものも消失してしまいます。私どもに大事なことは、これから中長期にかけて一体自民党は国民のために何をするのか、このことを明らかにしなければならないと思います。このことは一つは組織活動でもあり、選挙の活動でもございますが、同時に政策面でございます。今までこの新しい綱領のもとにいろいろ成長で努力をいただきまして、参議院の公約等をいろいろ作っていただきました。それに加えまして、今回国家戦略本部というのをまたもう一回復興いたしまして、私のもとでいくつか中長期の課題をきちっと議論をし、単に今回予算にこれをつけようとかいうことではなくて、少し中長期の方向性を打ち出していく、そのために私どもも自民党も野党として汗をかいている、こういう姿を国民に見ていただく、そういう姿も作っていきたいと考えております。いずれにせよ10月1日から始まる国会は極めて大事な国会、内政面外交面いろんな問題が山積しております。私どもは一致結束してこれに当たっていかなければなりません。そして私どもがこの国会に臨む基本的態度でありますが、後半どのように自民党は与党に協力をしていくのかというお問いかけがしばしばございます。で、私は与党あるいは政府の問題点を厳しくついていかないような野党は存在価値がないと思っております。例えば今の検察の問題、非常な不祥事が起きております。もちろん主任検事を逮捕したということでありますが、検察に求めたいのは組織としてこのようなことを二度と繰り返さない、自己点検をきちっとやって捜査の信頼性を回復する、このことを私どもも野党として当然のことながら厳しく追及していかなければ野党としての存在感はないだろうと、このように思っております。しかし国民生活ということを考えますと、やっぱり私どもも発信することは発信しなきゃいけない、むしろ積極的に発信して、この前も為替等々の問題では発信をいたしました。公定費の問題でもかつて発信をしてまいりました。そういうむしろ我々の方が積極的に問題提起をして、そして政府に示していって、それを使っていただくなら使っていただいて構わない、著作権料などはいただくつもりはない、まあ、こういうことでございますし、それから国会の中での真摯な議論というのは我々はいくらでもやる用意がございます。そして特に与党に求めたいのは、政策運営をしていくときに、参議院選挙でも与党は消費税の問題を提起されました。真面目に提起するのかなと思ったら腰砕けになりました。そしてもしあれが本気であるならば、今回の代表選挙でもきちっと起死鮮明にして問題提起をしたはずでありますけれども、そういう態度は見られませんでした。私どもは協議をするとかしないとかいう前に、まず政府与党として真面目な態度で、真摯な態度で国民のためにこれをやっていくんだ、はっきりした姿勢を求めていかなければ協議も何もありえない、このことは明言しておかなければならない、このように思っております。いずれにせよ難しい国会、私ども全力を挙げてこの国会に臨みたいと思っております。どうぞ心から一致結束をしてこの国会に当たっていただきますよう、心からお願いを申し上げましてご挨拶といたします。どうもありがとうございました。